キャンプの数だけスタイルがある。キャンプはまさにその人のライフスタイルや個性を映し出す鏡。なぜ人はキャンプに魅せられるのか。そんなキャンプに魅せられた達人キャンパーたちのスタイルを通してキャンプの魅力を紹介します。さあ始まりました、武田バーベキューとキャンプな休日。前回に引き続き滋賀県にありますグリーンパーク3棟というキャンプ場にやってきてるんですけども、グリーンパーク3棟は伊吹山が一望できる自然豊かな場所にあり、キャンプ場や宿泊施設を備えたアウトドアとスポーツが楽しめる複合公園。鳥獣保護区の三島池を望む絶好のロケーションですよ。いや、ここね、広いキャンプ場なんでね、いろんなキャンパーさんがいると思うんですけど、もう絶対あそこです。とんでもないキャンプサイトが僕の目の前に広がってます。こんにちは。こんにちは。すごい。そして僕は知ってますよ、この方を。中川さんじゃないですか。中川さんはキャンパーであるとともに、滋賀県長浜市で1807年から続く老舗仏壇店の5代目。自身も漆を塗る職人、主として漆文化を広げる活動をしていて、漆塗りの伝統技術を生かしてアウトドアブランドヌーを立ち上げた人物。キャンプを通して漆の魅力を発信しています。キャンプサイト見たん初めてですわ。あー、確かに。マジで。ちょっと待ってください。なんですの、このかっこいい武骨なミリタリーな感じのサイトすごいですね。あ、やっぱりほら、この辺りは漆ギアであったりとか。これヌーさんのアイテムですよね。そうです。この緑色のやつも実は漆ですね。これ漆って緑出せる？あります。色漆っていうのが昔からあるんですよ。ほう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 。ミリタリー感をちょっと出しちゃって。あー、なるほど仏壇に塗るのは黒の漆とか朱色の漆、赤色の漆。あ、赤の漆と真っ黒もあるんですね。そうですね。器なんかはこういう色漆を使ったりします。そうなんですね。初めて見ました。なんか風合いいいですね。こうした漆についての知識も、主として漆塗りはもちろん、仏壇の組み上げや文化財の修繕まで行う高い経験と技術があってこそ。その高い技術を生かして生まれたヌーのキャンプギア。気になるところですが、キャンパーとしての中川さんにも興味が止まらない武田バーベキュー。まずはサイトをチェックしちゃいましょう。ちょっとやっぱこのメインとなるのがこの六角テーブル、そして焚き火台。この辺りがすごいっすねちょっとパッと見、もうこの周りだけでランタン。これランタンをストーブにしてあるんですけど、ペトロマックスって言って、これもちょっと古いやつ。あ、じゃあこれはもう暖を取る用のストーブということなんですね。にしてます。これはこれは焚き火ストーブって言って。はいはい。あ、これもストーブ。灯油の。灯油ストーブって。はい。焚き火ストーブって聞いたことありますわ。ちっちゃいけどめっちゃあったかい、ね、めちゃくちゃあったかいですこれ。でと思ったらこの上にもランタン。はい。これは鉄道のランタンです。レールロードランタン。そう、100年くらい前です。うわ、すげえ。と思ったら下にもランタンでこっちにもランタン。これハリーポッターに出てきたやつです。え、どういうことですか。ハリーポッター。ハリーポッターにランタンのシーンありましたっけはい、そうなんですよ。ハリーポッターが、はい、ハーマイオニーと一緒に、はい、軍のね、あのテントに逃げ込むシーンがあるんですよ。その後ろにぼんやり映っているのを見てて、これ何のランタンよ。めちゃくちゃキャンプ好きじゃないですかそんな目線で見てないですよ誰も。これだけでも職人としてのこだわり、キャンプ好きが垣間見える気がしますが、漆はもちろんのこと、ヴィンテージのギアが多い中川さんのサイト。中にはこんなものも。でまた僕水筒好きなんですけど、これはスタンレーちゃいます、もしかして。そうです。見たことないわ、こんな古いスタンレー。そう、これね、開けるとね、ほう、中放浪になってるんですよ。どういうこと。え、何、ちょっと待って、ちょっとそれ何。あ、これえ、何、ここまず何コルク。コルクでもない。コルクじゃないですよ。木放浪。放浪、初めて見た。めちゃくちゃ昔のってことですか。めちゃくちゃ昔。今のものって大量生産が多いじゃないですか、はい、こういう昔ってめちゃくちゃ贅沢に使ってるんですよ、素材を、はあはあ、そんな放浪なんかこんなところに使うって、うん、今じゃありえないです。
内側にね、こんな見えないところに。そうなんですよ。へえ。あ、しかもなんかブルーのいい色ですね。はい。目線がやはり職人入っちゃってますよね。さて、武田バーベキューはまだまだキャンパーとしての中川さんへの興味が尽きないようで。これね、ローバーチェアって今よくアウトドアメーカーさんなんかも作ってるじゃないですか。はい、家具屋さんが作ってるんですよ。え、トラックファニチャーって。はい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 、大阪の超有名家具屋さんじゃないですか。そうなんですよ。焚き火をこの目線で感じられる。あ、普通よりちょっと低いんですね。だいぶ低いです。はあ、なるほど。あ、すごい、この梁もいいですね。そう、さすが家具屋さんっていう。うんうん。あー、めっちゃいい。あー、これはなんか落ち着いて焚き火できますね。他にも人気ガレージブランドノラズのサイドテーブルなど、各ギアも中川さんのこだわりが詰まったものばかり。いかついの出てきましたよ。なんですのこれ。僕ククサのワークショップっていうのをやってて、今もうすぐキット発売予定で。ああ、ククサキットね。そうです。はいはいはい。それのちょっとあの体験していただいた方がこれを作ってくれて。天才いるじゃないですか、ククサの。これククサのレベル超えてるでしょ。本当に。なんですのこれ。これはね、こっちは妻が作ったんですよ。え、これ。そう。美しい。え、こんなことなります。なんかキャンプとか性格出るって言いますけど、ククサこんな性格というか出るんすね。これ行っていいですか。どうぞどうぞ。これは初めて見ました、このテント。あ、本当ですか。ヒルバーグのなんていうやつですか。アルタイっていう。アルタイ。結構ヒルバーグのラインの中でも、はい、あのマニアックであんまりみんな手出さないんですけど、はい、このポールが8本あるだけなんですよ。はい、この長い、はいはい、ポールが 1,2,3,4,5,6,7 8本で八角形、はい、八角形で真ん中にワンポール。ヒルバーグのアルタイは遊牧民の移動式住居ユルトがモデルになっている珍しい形のテント。天井も高く空間も広いため6人入っても余裕の広さ。ファミリーキャンプやグループキャンプでも活躍する万能テントなんです。やっぱり気になるのがこのところどころこう漆で塗られてるのもやっぱありますよね。そうですね。実は漆って火にも結構強くって、はい、漆の灰皿とかも昔からあるぐらい焚き火道具にもすごい相性が良くって。そうなんですね。そうなんですよ。え、これはこれどちらのテーブルですか。これザースさん。これ、はい、ちょっとずっと薪が置いてあったんで。何してるんですか。まあまあ貴重なテーブルじゃないですかこれ。さすがの漆も耐えきれなかったんですけど。もうなんかキャンプの勲章みたいになってるじゃないですか。逆になんかこうアートで。へえ。これは艶消しの漆。へえ。ちょっと待って、ちょっと待って。これ何。モルックですよね。モルック。ウルック。何ですか。モルックは棒を投げて数字の書かれた棒を倒して点を競い合うフィンランド発祥のスポーツ。漆を身近に感じてほしいとワークショップなどでこの漆を塗ってカスタムしたモルックならぬウルックで皆さんに遊んでもらっているそうですよ。なんかやっぱね、僕のイメージで言うと漆ってこうちょっと高級感があって。そうですよ、ね、そう、なんかこう投げたりするのはもうおこがましい感じになっちゃうんですけど、そうですね、もうそんなん全然ライトに。全然で、もうこんなんなってますから。いや、これはね、もう放置しすぎなんですよ。何があったんですかこれ本当に。いやー、素敵なギアの数々ありがとうございました。なんだか落ち葉の絨毯と漆ギアも絵になりますね。そしてCM の後はヌーの漆ギアを深掘り。さらに漆ワークショップも。ここまで漆の魅力やかっこいいギアを教えてくれた中川さん。ここからは中川さんが手掛けるヌーを中心にお話を聞いていきます。いろんなもん漆塗ってきましたけど、はいはいはい、やっぱ一番最初に漆塗ったのが。あ、聞きたいそれ。オピネルなんです。ほう。皆さん多分あのキャンプするときに初めにナイフ買うって言ったらオピネル。オピネル僕も買いましたよ。そうですね、やっぱ雰囲気出ますね。そうですね、うん、でなんで塗り始めたかっていうと、はいはいはい、漆って耐水性がすごく高
高くって。あ、そうなんですね。あの船底に昔は塗られてたっていうぐらい。船の底に？そうです。漆を塗ってたんですか？塗ってたんですよ。オピネルって皆さん、はい、あの湿気でね、うん、ここ開かなくなります。わかります。もうオピネルあるあるですよねもう固くなるんすよ。もう特にここなんですけど、うんうんうん、木の向き的に、うんうん、この小口から水分を吸って膨張してここが赤らなくなる。ちなみに過去に中川さんが普通のオピネルと漆を塗ったオピネルを水に10分間つけて開くことができるか実験したところ、漆塗りのオピネルはスムーズにナイフを取り出すことができたそう。船底にも使われる耐水性、さすがです。え、これはヌーさんで発売とかされてるんですか？はしてないです。あ、そうなんですね。これね、僕ブランド始めて1年間商品持たずにやってたんですよ。あ、じゃあヌーさんという名前はあるけれ ど別にその物を売ってなくって、はいはい、で何してたかっていうと、ずっとこうオピネルとかナイフに漆をタダで塗り続けてたんです。え、どういうことですか？やっぱ漆って皆さん手に取ったことないから、はい、うん、魅力っていうのが伝わらなくって、はい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 、もうとにかく見てくれっていう思いで、手に取ったら絶対良さって分かるからっていうことで、なるほど、ちょっとタダで漆塗りをしますんでって言ったら、もうものすごい送ってきてくれた。いや、そりゃそうです。いや、タダでしたそうなりますって。漆のギアを手にした多くの人は教えてくれてありがとうと、その出来を喜んだそう。そんなヌーが手掛けるオリジナルのギアとは、こうヌーさんとして出してるアイテムっていうのはどのあたりになるんですか？このあたりですね。はい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 、出ました。これね、めっちゃかっこ、これ実はね、僕も今日持ってきたんですけど。ああ、本当ですか？いただいたことがありまして。ああ、ありがとうございます。めっちゃ質感と、あとこれびっくりするのは木なんですよね。そうなんですよ。一緒に作らせてもらったのが、はい、長浜に長浜蒸留所っていう、はあ、もうこのあたりですよね。そうです、はい、でそこの社長さんが、はあ、声掛けいただいて、はいはい、ウイスキーはとにかくここが薄くないといけないと。え、この飲み口ですか？そうなんですよ。ほう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 。薄ければ薄いほどウイスキーがまろやかになるし、味が変わるということで。へえ、確かにこれもありえんぐらい薄いんですよなんかこのガラスならね、薄張りみたいなあるじゃないですか、うん、はい、木でここまで薄くするのって難しいんじゃないですか？そうなんですよ。ガラスのテイスティンググラスっていうのを売っておられて、それよりとにかく薄くしてくれっていう、はい、これガラスより薄いんですか今？そうですね。さらに三木市の刃物ブランドフェデカとのコラボレーションで生まれた吹き渋は、フェデカが持つナイフの性能はそのままに、見た目の格好良さと漆の性能の高さが加わり、唯一無二のナイフに。なかなかでもこれは手に入らないんちゃいます？そうですね。漆ってね、何回も何回も塗り重ねるんで、作るのに3ヶ月4ヶ月かかるんですよ。これもですか？そうです。え、何回ぐらい塗るんですか？そ、僕あんま分かってないですけど、10回から15回塗り重ね。あ、そうなんです。もう1回漆塗るだけじゃないんですね。あ、違います。それ中川さん無料でやってるんですか？そうです。えげつな手に取った時に多くの人が宝物を手にしたような感覚になるそうですが、それは職人技から伝わる思いがあればこそ。しかし伝統産業でもある漆、この無謀ともいえる挑戦に反対はなかったのでしょうか？無料で塗ってる時に同業者の方から結構ね、いろんなことをちょっと言われた時期があって、やっぱね、伝統的なものでもったいないとかね、漆が言われてこうへこんでた時期もあって、本当にこんなことやってていいんかなっていう思った時に、うちの親父ってめちゃくちゃ頑固親父で、昭和のそのタダで塗るって言った時にめちゃめちゃ怒られると思って、でもその時親父が何も言わなかったんですよ、これを、その活動に対して。そうだから、こう無言の応援じゃないですけど、はいはいはい、そういうのをすごい感じて、なるほど、なんか支えになったというか。そんな職人かたぎの先代忠さんは、ヌーの活動を支えてくれる皆さんに恩返しがしたいと、趣味で集めていた名木のコレクションから漆塗りのカッティングボード漆黒を作成。
客に送られる漆黒にはヌーを応援する忠さんの直筆メッセージが添えられているそう。妻と一緒に思いを込めて作ったものがあって、はい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 、奥様の千尋さんもヌーを支える一人。元保育士として感じてきた食育を実現するため漆の食器を現在夫婦で製作中。漆の食器は保温性や抗菌性も高く、その質感や木のぬくもりを感じることで子どもの感受性を育むことが期待できます。近い将来ヌーの新しいプロダクトとしてお目見えする日も近そうです。普段ね、クックサを削るワークショップやったりとか、はい、あともう一つシルクスクリーン、はいはいはい、あの T シャツとかね、そうです、ああいうスクリーンプリント、はい、それをね漆でやってるんですよ。へえ。なかなかね、あの日本でそれやってるところってなかなかなくって、というかもう世界初じゃないですか。そうですね、ね、そうですよね。漆スクリーンはあらかじめ用意したメッシュ状の図柄の穴の部分にインクの代わりに漆を落として印刷する方法。ここまで漆について随分と知った気になってましたが、まだまだこれがすごかった。ちょっとね、そもそもなんですけど、僕ちょっとこう準備をね、はい、今させていただいたんですけども、はい、漆ってこう どういうこれ漆の木なんですけど、これが漆の木なんですね、はい、ほう、初めて見た。漆が取られる時って、はい、こうやって傷をつけるんですよ。ほうほうほう。漆の木に。あ、これはじゃあもう漆の成分を取った後ってことですか。そうです。で、人間の血液と一緒で傷をつけると漆が樹液がたらーっと垂れてくるんです、はい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 、それを一滴ずつかき取って取っていくのが漆で、で取れるまでに15年かかるんですよ。あ、成長するまで。そうです。で15年かかって半年間かけてかき取るんです。ほう、え、半年間かけてどんぐらいの量取れるんですか。200g しか取れない。 200g 15年で1本の木で15年と半年かけて200g。 マジっすか。 200g ってほんとコップ1杯ぐらいじゃん。そうですね。漆の凄さを改めて知ることができたところで、漆スクリーン初体験といきましょう。そんないいの。これもう木1本分いってますよ。大丈夫ですか。さっきの話聞いて、ええ、なんかすごいな、緊張してきた。あの、大丈夫です。こんな使うんですね。ではいきます。これぐらいの角度で、この角度でギュッと力を入れながら、はい、いきます。こそげ取るイメージ。あ、いい感じ、いい感じです。こそげ取るイメージで、どうだ。 OK。 はい、よし、もらいますね。はい、緊張する。うまく乗るかな。うわうわ、どう。すげえ。すげえ、めっちゃかっこいい。いい感じですね。ちょっと待って、なんかないかな。ちょっと急にめっちゃプリントしたくなってきました。いやー、大成功じゃないですか。それにしてもヌーさんのロゴがかわいい。ちなみにこの後乾かすそうですが、漆は湿気を吸収して硬くなるという不思議な植物。お風呂場など湿気の多い場所で乾かすといいそうです。そしてこんなデザインも。うわー、すげえ。いいですね。すげえ、めちゃくちゃかっこいいし、めっちゃいい感じに入ってる。これすごいっすね。あの、漆のことを表してる記号なんですよ。そうなんですか。はい、あの、抗菌性があるのと、はい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 、耐水性、火にも強い、堅牢性、あと地球上の溶剤にでは溶かせないんですよ。え、どういうことですか。塩酸とか硝酸とか、そういう溶剤でも漆は溶かせない。溶けない。めちゃくちゃ強いんですね。そうですね。漆に対してかっこいいって思ったの初めてです。ありがとうございます、はい、嬉しい。ヌーさん、ありがとうございます。番組で大切に使わせていただきます。そしてあたりはだんだんいい感じの夜に。ヌーのウイスキーカップを作るきっかけとなった長浜蒸留所のアマハガンとともに乾杯。香りがいい。あ、うまい。美味しいですね。うまいとか甘みもありますね。そうなんですよ、うん、飲みやすい。やっぱりほんでこの高さがあるからすごい香りが
いい感じに程よく入ってきますね。そうですそうです。これね、あの中も綺麗にこの形状でくり抜いてるんで、うんうんうん、香りがこうたまるような。なる、あ、そういう理想の形状になってるんですね。です、うん、このヌーを立ち上げたのはいつですか。まだね1年半とかですね。あ、なるほど、はい、あんまりね仏壇屋が漆文化を広めようってあんまりなくって、若い継ぎ手が全然いないんですよ。今おいくつですか。今32です。32歳でこう漆をいろいろやってるっていうのはめっちゃ若い方なんですか。めちゃくちゃ若いですね。多分これ情熱大陸急です来ますよ。こんなね若手漆職人でアウトドアを通じて世に広めようとしてるなんか。将来的には僕の作品も外国の方に手に取ってもらえたら嬉しいなとは思って。なるほど、はい、漆チャレンジっていう活動もしてて、ほう、全然ね DIY 感覚で楽しんでもらえるのが漆なんですよ、うん、ほうほうほう。なので結構簡単にね Amazon で漆買ってチューブ買って。あ、漆ってそう結構手軽に手に入るもんでもあるんですね。手に入ります。漆が、はい、そんな簡単に売っちゃダメでしょ漆どんだけ苦労して採出してるかってねでもまあまあ身近なもんなんですね。それぐらい、そうですね、ちょっとでも興味持ってくれたら嬉しいです。はははで、またねこういった先ほども教えていただいた、ね、ご夫婦で作られてる食育用の漆とかもね、やっぱお子様からこういったものに触れれるってなかなかない機会だと思うんで、やっぱこの見た目でかっこいいだけじゃなく安全であったりとか、その食に対する、ね、この触れても大丈夫なんだよというのをね、うん、ぜひお二人でどんどんと発信していただいて、このヌーが本当世界のヌーになる日が来るのを僕も楽しみにしてますので。ありがとうございます。その時はまたちょっと情熱大陸で見させていただきます今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。